ないものはわからないし、やりたくないことはやらないし、そう言ってららっこ者扱い、立派な社会不適合者、やり続けることの情熱も今じゃ余計なく温分し、純粋でいることの代償はつまり居場所がないってことだ。行き場のないイノセンス、イノセンス、今に見てろって部屋にこもって、爆弾を一人作る僕らの白弱なアイデンティティ、君バレたイノセンス、イノセンス、君の武器で打ち砕く巨人。